やばい、これは絶対にうまい。あ、これチンできないじゃん。うまそう、やばい。こんなうまそうなことある？いただきます。ちょっとすいませんね、お見苦しくて。矯正してて食べづらいので、ちょっとこういう食べ方にさせてもらいます。もう2時、起きたのは12時11時ぐらいなんだけど、ずーっと携帯見ちゃってて。いただきます。本当はね、年末最後に爆食いとかしたかったんですけど、なんかマックとか買ってきて、でも車もないし、車も運転するの怖いし、じゃあだったらちょっと歩いて行けるコンビニで、じゃあ買って爆食いしようって思ったんだけど、コンビニ行くやる気も出ないし、ごめんなさい、家にあるもので。てか最近もなんか食べれないの、食欲が、なんか食が細くなってきちゃって、マジ おじいちゃんって感じなんですけど、起きるのが、てかそもそもなんか寝つけるのが遅くて、夜、昨日結局3時か4時ぐらいにやっと寝れて、でも運動しないから一日中引きこもってばっかりだから、でも眠れないんだろうね、運動量が少なすぎて。その悪循環になっております、今。でもね、私ね、眠れる時と眠れない時期が来るのよ。なんか何のせいかわかんないんだけど、2時間ぐらいまでは10時か11時ぐらいに眠くなって、あ、最高、眠れるみたいな、眠くなって寝るっていうのが。けど最近はもう1時とかまで携帯触っちゃって、そっから寝ようと思っても暗い中で携帯見ちゃってるから、多分なんか脳が覚醒しちゃうらしいのね。多分みんな知ってると思うけど、寝る前に携帯は見ない方がいいんですけど、でも見ないと眠れないんです。でも見ても眠れないんです。脳が興奮しちゃって眠れないんですよね。だから今は眠れない時期です。この前まで眠れてたんですけどね。うまい、このゴミみたいな飯が。うまい。だからご飯食べるのも必然的に、そんなすぐは食べないから、お腹空かないから。もう朝起きて携帯触るっていうのがルーティンすぎて、朝起きて携帯で目覚めるっていうのもダメなんですけど、携帯触ったら目覚めいいんだよね。本当は青空で起きたいよ。青空の朝日と共に、朝日を浴びて、太陽を浴びて、あ、今日も青空綺麗だわ、さあ起きましょうみたいな感じで、空を10分ぐらい眺めて起きたいんだけど、もうすぐそこに携帯があるということを知ってるから、なんか誰かから連絡来てないかなとか、今日は空を眺めて起きてみようとか思うけど、もう1分2分眺めただけですぐもう携帯取っちゃう。うん、まあカツ丼。うん、親子丼ってなんで親子丼って言うのかなって思ったらさ、肉に卵かかってたら親子丼なんかなって思ったけど、今考えたら親と子がいるからか。え、マジで今気づいた、恥ずかしい。なんで親子丼なんだろう。え、じゃあこれも親子丼じゃんって。昨日の残り物のあのヒレカツと卵を入れて、親子丼って鶏じゃん、鶏肉じゃん、で卵かけるじゃん、子供の卵だから親子丼か。バカすぎない、私今気づいた。なんかもうどん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 バカになって悲しい。気まずいと気まずいの違いもどっちだったっけって最初はね、はっきり分かってたのにね、もう最近分かんなくなってきたし、本当に最近マジで怠惰な生活しかしてないからな。朝起きて1時ぐらいに昼ご飯食べて、で4時半にはもう私夜ご飯作んないといけないのね、家族に。だからもうその3時間で撮影したり編集したりしたら、もうあっという間に夜ご飯作る準備で、夜ご飯作って夜ご飯食べて、お風呂入ったらもうすぐ寝る時間で、本当に
ニートでも割と忙しいんですよ。割と時間ない。一人暮らししてる YouTuber は夜とかに撮ってる人もいるじゃん。私夜に動画撮影あんまりしたことないから、ちょっと今の目標は一人暮らしですね。一人暮らししてみたい。なんか一人暮らしした友達みんなに聞くけど、いや絶対実家暮らしがいいよって、寂しいよとかきついよとかめんどくさいよとか言うけど、結構私縛られるのが嫌いなので、一人暮らし向いてるかもしれない。でもお金はもったいないよね。でもその代わり自由を手に入れられる。でも今は大声で歌えてるけど、私結構大声で歌うことがストレス発散なのね。でも一人暮らしするってなったらさ、隣の人に迷惑かけちゃうかなとか思ったら大声で歌えないじゃん。それは結構ストレスかも。大きな風巻き起こして、ね、チップ見てるみんな。けど今 And me のハッシュタグ9を見てる。 A to Z と And me をやっと今見終わったところ。早すぎて追いつけない。なんか一回見るのにあれ2時間とかあるじゃん。であれめっちゃ広告入るし、高校生の時プロデュース1は見てた時は本当に暇だから何もやることないからすぐ追いつけてたけど、来週まだかな、早く来週になれと思ってたけど、一人でなんか自由な時間があんまないから、マジ今ドラマも全然見れてないし、編み物もできないし、まあ、やろうと思えばやれるんだけど、なんか携帯でずっと編集とか時間があったら撮影とかやってる。もうそれで今本当に精一杯で、編み物もできない。 Amazon プライムの映画とかドラマも見れない。 Netflix も見れない。 Netflix 入れたいけど見る時間がない。日プ女子も追いつけないって感じで、最終回までにはちょっと早く追いつきたい。私の推しはまだ決めれてなくてちょっと言えてなかったんですけど、皆さん誰が推しですか？いつもはこの人ってもうはっきり決まるんですけど、もう本当に今回レベル高い子が多すぎて、美女もいい子多すぎだし、でもやっぱり顔的に好きなのは佐々木ココナちゃんで、美羽ちゃん、桜井美羽ちゃんも可愛いし、可愛いっていうより綺麗な顔、剣持奈々さんも綺麗だし、桃奈ちゃんも可愛いし、心ちゃんもチェリーバレット時代から見てたからめっちゃ見ちゃうし、ひなちゃんの歌う声も好きだし、かくらちゃんもなんか見ちゃうし、山本すずちゃんも見ちゃうし、りんりん姫の顔がもう大好きすぎて見ちゃうし、りんりん姫の顔やばくない？唯一無二すぎて、え、あんな可愛い子がどうしたら出来上がるのって、お母さんと お父さんのお顔を見てみたい。もうあの目綺麗すぎない？あの目が欲しい私。あの目、猫の目、キュートな愛嬌のある鼻と丸っこい唇、もう最高じゃない？最高の顔じゃない？あれあがめていいぐらいの、神様本気を出して作りましたかっていうぐらいの素晴らしいお顔で、ロタイプなお顔で、声も最高で、喋り方も可愛いし私リンリン姫推しかも。え、わかんない。でもやっぱりココナちゃん追っちゃうよね。やっぱり完璧な人よりもなんかちょっと抜けてる人を押したくなる。でも顔で言えばしおりちゃんも美人すぎない？国民的女優にグランプリに入るぐらいの美人な顔じゃない？ A to Z のかぐらちゃんの君を知りたいもっとっていうとこが好き。あ、かぐらちゃん何歌うまかったの？なんで今まで気づかなかったんだろうっていうぐらい。痛いもっと経験はゼロでも夢はメロだって、グングンするドゥンドゥンする胸の中。もうやばくない？もうリンリン姫のリノンちゃんのあのラップやばい。私 A to Z が一番好きかも。あとあのミーバラファイルの泣きな風巻き起こして、よくない？なんかこの抑揚がよくない？大きな風巻き起こしてって大きな風巻き起こしてもっとつづみちゃん歌ってって感じ。
あそこの部分大好き。バラサイも好きだけど。あと、ドゥン、ドゥ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 ン、ドゥ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 ン、ドゥン、ドゥン、ドゥ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 ン、ドゥ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 ン、みたいな。もう、最終回のオープニングですかっていうぐらいの。ラフク。ニチップ獣人ね、見に行きたかったなぁ。見に行く人いないし、同じ趣味の子もいないし。ごちそうさまでした。満たされた。私、唯一、プロデュース101で見たのが、男性で見たのが、解散しちゃったけど、X1 と JO1 なんですよね。唯一男性グループで見たやつが。でも JO1 は全部見たのに、オーディション番組。もうデビューしちゃったらなんかもう見なくなっちゃった。最初の曲は見てたけど、なんかもうデビューして終わったら、あ、もう行っちゃったみたいな感じで、なんか応援できなくなるっていうか、なんかもう。皆さんさ、何人かコメントで、なんか、あかりちゃん絶対出てほしかった、プロデュース101みたいな。ニチプ女子絶対出てほしかった。もう次は、次会ったら応募してみてほしいとか言ってきたんだけど、まずこんな私が受かるわけありません。皆様、私の YouTube をすべて見たことがありますか？所属捨てましたって話したり、パパ活しましたって話したり、マッチングアプリで男性と会いました、チューしました、エッチしましたとか話してるのに受かるわけないでしょって。もう私でも分かってますけど、一応なんか楽しいからしました。なんか応募したか応募してないかも多分喋っちゃいけないと思うんですけど、まあどうせ受かるはずもないので。でも受かるわけありません。なんかこんな寛大な私を受け入れてくれる事務所はありますか？ありません。どこにもありません。もしそんな事務所がいたら、もう私はまだデビューする気があるのでもうデビューしたかった。でもっと早くこの何オーディションっていう K-POP オーディションっていう存在を知っていたら、私は高校1年生から携帯を持ち始めたので、なんかその存在をまず知らなかった。ただ K-POP が好き、歌って踊るみたいな、カラが好き、少女時代が好きっていう、まず参加できるっていうことを知らなかったから、もっと早く存在を知っていれば、もっとダンスとか習っていたらデビューしたい人生でしたね。デビューしてステージに立って、キャーかわいいとか、チッケムとか撮られて、空港でも写真撮られて、ミュージックビデオとか撮影して、ステージでこうやってでファンサとかしたい人生でしたね。生まれ変わったらか、それか子供に託します。子供にならせようかな、 K-POP アイドルに。立てるわけないけど、やっぱり自分が立ちたいって思っちゃうよね。やっぱ承認欲求がすごいんだろうね。なんかチヤホヤされたい、やっぱり。だから立ってるアイドルたちはどんな気分なんだろうって。もう慣れるんかな、もう。はい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 。私だったらもう隅々見るけどね、隅々ファンサするけどね。もうそんなわけにもいかないか、忙しいし。はい。なので私は絶対受かりませんという、この先もこの後も絶対受かりませんという、もしこんな私を受け入れてくれる K-POP 事務所があったら、もし、インスタグラムへ、はい、連絡してきてくださいという感じで。冗談です。はい。一応応募はしてみてましたけど、もちろん落ちましたというお話です。でも26歳とかも、参加してる人いたじゃないですか、ニチプ女子で。だから、まだいけるんだって思いました。だから私ってまだいけるのかなとか、なんか変な期待、もう何この現実見ろよって話だよね。でもまだなんかちょっとね、いけるんじゃないかってね、思ってる自分がいるんですよね。いや、もうやめましょう、現実見ましょう。なんかもう本当に中二病に入っちゃってる。 YouTube でアイドルになります。はい、ということで皆様ありがとうございました。バイバーイ。ごちそうさまでした。